三山線は、山形県佐賀江市の宇前高松駅と西村山群、西川町の間、沢駅を結んでいた山形交通の鉄道路線。元は三山電気鉄道の路線で、後に山形交通の母体となった路線の一つである。1974年に、全区間が廃止された。では三山への三軽客の輸送や、長松、幸尾、高明、見立て、 小山など鉱山との物資の運搬を目的に、1926年12月23日に、宮間電気鉄道として、鉄道商船当てらざ線宇前高松駅と、海谷駅の間 8.8km で営業を開始した。1928年9月17日、海谷駅から間、沢井駅まで延長。白岩発電所、沼山発電所など、 境川水系の水力発電による豊富な電力資源をバックに、宮間電気鉄道当初の経営は順調であり、鶴岡までの延伸が提案されたほどだという。1936年には、前年に軌道線が廃止となり、解散が決まった八地軌道のバス路線を買収し、神町八地間のバスの運行も始めている。また、 沿線の観光資源開発にも熱心で、マサワ、海ミ上野の各スキー場への遊客や、マサワの菊祭りの開催を行った。菊祭り期間中の日曜日などは、どの列車も満員になったという。乗客の大半は、地域の通勤、通学客であったが、では散々の参詣者も非常に多かった。1943年10月1日、戦時統合により、 三山電気鉄道は、高畑鉄道、小花沢鉄道及び、山形県内陸地域の各バス会社を合併し、存続会社となり、山形交通に社名を変更、同社の三山線となった。だが、相次ぐ鉱山の閉山と、1960年代以降のモータリゼーションの進行により、業績が悪化し、1974年11月18日、 偶前高松駅体間、3駅間 11.4km の全線を廃止した。廃線後はサイクリング道路や農道として大半が現存しており、初期の旅客車であるモハ百さんがガス山の酒蔵資料館の屋外に生態保存されている。また、このガス山の酒蔵資料館内には宮山線の資料コーナーが設けられており、 当時の写真や資料等が展示されており、無料にて見学が可能となっている。また、日立停流所跡の宇前高松駅、側寄りに宮間広場があり、鉄橋の橋脚や利子碑の写真、解説看板などが置かれている。高松琴平電気鉄道上と後の860系870。ありがとうございます。